アーヌンド・ヤーコブは、1022年から1050年頃に、かけて在位した、ユングリング家のスウェーデンを、1008年あるいは1010 10年に、オーロフ・シェート・コヌングと、エストリットの間にヤーコブとして生まれたとされる。スウェーデン王国の第二のキリスト教徒の君主であった、間、彼の長くそして部分的に激動の統治は、キリスト教の普及を促進した。 ゲルマン人やノース人の資料においては、彼について、好意的な表現で言及されている。アーヌンド・ヤーコブはスウェーデンで生まれた。父は、オーロフ・シェート・コヌング。母は、エストリット。父の死により、王位を継いだが、地政前半は諸兄による、反乱の鎮圧に追われていたという。成人すると申請を開始した。そんな中、1026年に、 デンマーク・イングランドをクヌーズ二世によって、ノルウェー王位を割れかけていた、オーラブ二世がスウェーデンに同盟を持ちかけてきた。そして王位を固めるため援軍を要請してきた。スウェーデンは、デンマークと対立していたがアーヌンドの進化は、クヌーズに戦いを挑んでも負けるだけと思い反対した。だがアーヌンドはこれをクヌーズの北海帝国を打ち破る、機械と見て、クヌーズと戦うことを決意した。 1026年スウェーデンのアップランド、またはスコーネのヘルゲ川で、デンマークイングランド軍600隻対する、スウェーデンノルウェー連合軍は500隻で開戦が行われたが、結果は、スウェーデンノルウェー連合軍の敗北で終わり、オーラブ2世の力は弱体化して1028年に、クヌーズによって王位を追われることとなる。アーネンドは、ホーコン・シグルツソンの孫娘グンヒルドと結婚したが、二人の、 間に男子がなかった。アーヌンドは、死を残さず1050年に死去し、王位は諸兄にあたる、エイムンドが継いだ。娘ギーダがおり、デンマーク王スベン2世と結婚した。そして、ギーダの死後、アーヌンドの日であったグンヒルドが、スベン2世の二度目の日となったとされている。アーヌンドの埋葬地にあったとされる、姉王の遺志、アーヌンド・ヤーコブの知性についての、主な資料は、 ブレーメンのアダムによるほぼ同時代の教会年代記や12世紀から13世紀にかけての複数のノルド氏、特にスノディストルルソンが表したヘームスクリングラである。両名は共に彼の父オーロフが死ぬ前に進化と対立していたと記述している。アダムによると未だに異教徒であったスベアランドの人々は、その熱心なキリスト教徒の君主をベステルイエートランド地方へ撤退させた。 一方、スノーリは、オーロフ王の高圧的な支配が、スウェーデン人の反抗を招いたため、彼の幼い息子ヤーコブが王として歓迎された、と主張する。スウェーデン人のディングが彼を、その支配者に選ぶことになっていたとき、その出席者らは、彼のヒスカンディナビア風の名前に反対したため、彼らはヤーコブに、アーネンドという名を与えた。オーロフとヤーコブは、最終的に合意に達した。 オーロフはその後も王の称号を持ち続けることになった一方、アーヌンド・ヤーコブは彼と共同統治者となって王国の一部を支配することになり、もしオーロフがさらに問題を起こせば、ヤーコブは農民らを支援せねばならない、とされた。スノーリの年代記によればこれは1019年の出来事である。その3年後にオーロフは死去し、アーヌンド・ヤーコブが唯一の支配者となった。 ありがとうございます。